お前のことをごめんやけど、たくあんと私は言うと。じゃあ、お前のことを、お米の横にあるたくあんと言った。奈良漬け言うとったんや、さっき。奈良漬けじゃない。たくあんと言うた。けどな、たくあんたるもの。わかるか？お米の横におる。けど、一番の、お米の横に、おる、最高のお米の、なんていうかな、なんかわかるか、お米のお供になる、人間になれ、男になれ、そういうボクサーになれ、ボクサーホストや。わかりました。いや、あの、これ、ガチで、わかるか、はい。お前は、日本最高級の、たくあん。たくあん。はい、そういうことや。